皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日のしっかり稼げる教室集客のバイブルのテーマは、サービスを語るときにはストーリーを語ろうっていうお話をしたいと思います。サービスを伝えるときにですね、例えばそうだな、うちの商品はこういう特徴があって、こういうスペックがあって便利でいいですよみたいな紹介も一部は必要だと思うんですけれども、その商品そのものの実際の現実的な話ばかりだとですね、人の感情っていうのはやっぱり動かなくてですね、まあ、脳に関する部分ではあるんですけれども、人の感情を呼び起こされるところっていうのは、まあ、物語に起因するっていうのは、まあ、これデータでも実際出てるんですよね。まあ、ストーリーテリングっていうのもあったりするんですけど、私はもともともちろん書くのも嫌いじゃないし、まあ、本は書いてますよ。こちらの本は書いてるんですけど、これはどちらかというとビジネス書寄りに書いてるんですが、まあ、それでも物語的なものも含んで書いてるんですね、こちらの本。だからすごく買った先生からですね、一気に最初から最後まで読み終えましたとか、共感しましたというお声も非常にたくさん多くいただいてて、ビジネス書にしては珍しく、そうだな、事象とかマニュアルだけじゃなくて、マインドの部分も整えた状態で実践していこうっていうのをゴールにして書いている本なので、共感型になるようにもともと書いている本なんですね。で、この共感っていうのは実はすごく大事で、あらゆるサービスとかを紹介する時とかにも、その何かストーリーがあって、それでそのサービスが存在してるっていう、まあ、私個人的にテレビ番組でですね、ガイアの夜明けとカンブリア宮殿とか好きなんですけど、いつかカンブリア宮殿に出てみたいとか思ってるんですけど、とさりげなく自己 PR 何かすごいこうあるじゃないですか、ストーリーがこう、物語がこう、社長を苦労してみたいなね、そして負けずにやってるみたいな。最近で言うとハウステンボスの澤田さんのストーリーとかも好きですし、ジャパネット高田さんのねストーリーとかも好きですし、何かこう大きなことをやり遂げた方っていうのは、まあ、何かしらのストーリーとかがねあったりしますよね。で、商品が生まれるっていう背景にも絶対的にストーリーがあって、それを語ってその商品があるっていうのを聞くと、やっぱりおお、そういう過程を得て目の前に来てるんだみたいな、それを思うとやっぱ買おうかなみたいなね感じとかあるじゃないですか。で、私先日沖縄に行ってきたんですけどね、沖縄の方で名前ど忘れしちゃった、お塩ですね、買ったんですよ。八ヶ島ん、なんだったかな、ど忘れしちゃった、すいませんお塩買ったんです。で、そのお塩とかも満月の塩と新月の塩っていう塩があってですね、その満月の日に、まあ、そう できてこう採取したっていうか、まあ、塩ですね、塩田とかでちゃんと炊いてまたやってって手間暇をかけて作った、まあ、満月の日に取ったパワフルな塩とか、で新月の日のね願いを叶えるような塩とか、両方2つあるとね、満月と新月と、これ占星術とかねやってる方とかはその意味とかねご存知だと思うんで、ちょっと私は割愛しますけど、そこまで占星術詳しいわけではないので、ただまあその事情と理由を知ってる人だと、まあ、私それをすぐそういうのをこうバイオリズム取りながらやってる人がいるから、その人にプレゼントであげようっていうふうに思ったんで、その時その満月の塩と新月の塩をね買って帰ったんですよ。お塩にしては安くはないですよ。もちろんミネラルとかは多いのは知ってはいるんですけど、それはミネラルとかは数値で表される事実なんですよね。だけどそのお塩には満月と新月のその願いが叶うとか、願いを達成していくとか、まあ、そういうこう月の夜に取れたね塩っていうことで、そのストーリーを語って渡してあげると、まあ、そういう気持ちになったりとかするじゃないですか、もらう方も。だから私はストーリーとかね結構自分でも好きなんです。なので商品を作る時っていうのはそのストーリーを聞きたいし、自分もまあプロポーズ、
プレゼンテーションとかするときにはなぜそういう思いでそれをやってるのかとか、どんな思いからその商品が生まれたのかっていうのは熱く語ったりとかすることとかあるし、人に熱く語られることもあったりします。なのでそういうのはねやっぱ楽しいし、まあそれが共感できると結果として制約に結びつきやすいっていうのがあるので、事実よりも感情、物語ですね、そちらの方に人っていうのは引きつけられるんじゃないのかなというのが理解できると、まあその木をてらうことはないんですけれども、何かそこに物がある、生まれるっていうことは絶対的にストーリーがあるはずなので、それを上手に表現できるように訓練していくのもいいんじゃないのかなっていうふうに思ったりしています。それでは。